それで結局立花不動産と手を組んだって。ああ、とりあえずはそこの社員って形だ。社員？へえ、まあそこも堅気には思えねえけど。なあ、そうとなるとお前の殺し、ああ、立花はもう方々から期待できそうか。多分な。ただ立花が掴んだ話じゃさ、おい、それじゃお前、いや、それについちゃ立花が札に鼻薬効かせてるかん。それでも真犯人を見つけない限りはいず俺が町を自由に動き回れんのはもってあと3日。なるほど。でもやっぱり立花ってのは。そうらしい。その件についてとりあえず連中に任せ。だから不動産屋は空の一粒の持ち主がもう一息ってとこまで来てるらしいが。お前が堅気の仕事するって。ああ、小田っていう立花不動産の幹部が俺のだが。服？極道丸出しじゃ仕事になんねんだと。ああ、お前いつも a poner el traje blanco, en serio. Si este traje, este traje normalillo es de Yakuza, blanco que de jefazo. お前なら真っ当な堅気の服見立てて。安心しろ、そんなに期待しちゃいない。お前なあ。Nada, a pasear ahora. A seguirle, ¿no? そんなにはないな。できれば。それじゃあんまり選択肢はないな。この近くでビジネス用の服売ってる店っつ。中道通り裏？新米のホストがスーツ買いに行くような店だ。高級ブランドなんかは置いてねえが。贅沢は言わねえさ。あれあれ、しぽでもコレル。何すんだよ。El nota ahora puede pasar con el nota como al principio del juego, no crees. Sobre ni este momé, ore ni fuku no mitate tanomu te cota. Sense ne te jikaku ga atta nda na. Yokei na osewa da. Hora betsu ni, bunan ni sumasete dake da yo. Omae mo tekitou ni yatte kureriya ii. Nani itten da. Ore ga yaru kara niha te wa nukane yo. Kichiri kiai no haitta kataki ni shitatete yaru tte. Iya.普通でいいって言ってんだろう。まあ任せておけ。おいおい、面倒だな。やっちまうか。着いたぞ、ここだ。本当にこんなとこにあるんだな。そんじゃ入ろうぜ。気に入ったのがあったら言えよ。ああ、無難な線だとこんなんかパッとしねえな。それが堅気ってもんだろうが。見え張ってなんぼなのは極道だけだ。ならおめえにぴったりだな。うるせえな。バカ、おめえそれ絶対やめとけ。なんでダメなんだよ。これじゃあスーツの自己主張が激しすぎて、アクセサリーや髪型、靴、腕時計、ぜ着こなすにはセンスだけじゃなくて手間も必要だ。おめえみてえに無頓着なやつだと服に着たく。それじゃあこれはどうだ。色は落ち着いてるが。白か。ブランク。さっきの柄物に比べりゃマシな方だろう。
Sério, tio. Eu, cor de doda, Nishiki. Nani waratte nne? Menos mal que hasta el juego se ríe de él, hermano. お前の見立てた服じゃ分かってるって。お前がどう言おうが、え？おい、織田には服を何とかしろと言われただけだ。やる。そっか。よし。何言ってんだ？ Pero tiene que haber otro más todavía, ¿no? Tiene que ser blanco del todo, sin las rayitas, ¿no? Algo así, no sé. Márcamelo porque estamos jodidos, hermano. いらっしゃいませ。 お客さん初めて？あ、お好きな席にどうぞ。いや、俺は待ち合わせで。緊張してんじゃねえよ。錦。よ。なんでお前がここに？行きつけの店の一軒や二軒、俺にだってあるさ。この店は今俺の一番のお気に。な、レナ。 あら、錦山君のお知り合い？あ、もしかして桐生さん？あ、そうだが。うわ、やっと会えた。一度お会いしてみたかったのよ。錦山君、酔うとあなたの話しかしないから。<笑>ね。おい、余計なこと言うな。<笑>ない。とりあえずここ座れよ、桐生。 それにしても奇遇だな。ああ、お前は、まあな、組の兄貴たちもまだこの店は知らねえ。ならちょうど手間が省。そういや、相手は立花不動産の。織田さんならまだ来てないわよ。さあどうぞ、最初の一杯は私のおごり。もともと織田、なんだ、
あまり乗客じゃないみたいね。なーに、俺たちはこれからの人間だからよ。今度はユミちゃんにも会ってみたいな。歓迎するわよ。あいつはまだ学生だよ。でもなんだったら。おい、ユミに人気出ると思わねえか。あいつはひまわりの頃から親父に。じゃあ期待の新。そう。なんだかキリュウさん、ユミちゃんのお父さん。そこはせめて兄貴みたいって言ってやれよ。それにしても、立花不動産の小田って言ったか？ちょっと遅いんじゃねえのか？どうする？もう一杯飲むか？いや、待つよ。先輩をほっ…ほん？これくらいで何言ってんだ？その常識がねえのが…言ってねえ、それならカラオケでもどう？え、いいね。バカ、それじゃ酒飲んでんのと変わんねえだろう。じゃあお前は聞いてるだけでいい。俺が勝手に歌うから。それなら仕事上がりの時くらい固いこと一個なしよ。歌ってる間にお…しょうがねえな。よし、そうと決ま…Sério, bro. Salona. Porque arrancou, porque... Hermano, se le ocurre, ¿no? Los nada. Aunque me gustó la primera que elegí de todo el gameplay, la primera que elegí, hermano, en la que él no te canta Tristán así, ¿no? Todo suave. Lo estoy bebiendo en el mar. Menos mal que no la canté yo a solas, porque me obligaron a cantarla. ¿Doyo? Nishiki-yama-kun, ¡sugoi! だろだろ、おめえもなんだかんだ言ってノリノリだったじゃねえか。ふん、たく、素直じゃねえな。本当はおめえも…そんなわけないだろ、たく。それにしても小田ってやつ、本当に遅いな。おめえ…本当ね、事故に…Sí, qué raro, ¿eh? Sí. Irasha.
元気そうだな。ハワナの兄貴。なんでここに？座ってろ、錦山。こいつらに見覚えあんだろ、桐生。その説はお世話になりました、桐生さん。お前ら、戦友やな。お前らが織田をやったのか。その前にお前はうちのしのぎ邪魔したんだろ。立花不動産で言え、こそこそ登場会に立てついてる連中で、組抜けて早々お前もギリってものが分かってねえ。親父、ここは俺が。こいつ知ってるか？うちの岡部ってもんだ。例の戦友屋のしのぎはこいつの仕切りでな。かわいそうに、おめえのせいでけじめつけちまった。おめえ今度は何やらかした？下っ端が口を挟むんじゃねえぞ。おれ、おっ、錦。いや、俺がこちらの片木さんと話してんだろうが、錦山よ、ガキがシャシャレ出てくんな。錦山は関係ねえ。こいつとはたまたま居合わせただけです。慌てなくても次はてめえだ。ねえ親父、もうこいつやっちまっていいすか？こいつの面見てるだけで俺らはもう。おう、課題の皆さんに迷惑かけねえようにな。店の外でやれ。ほら、ここで錦山と飲んでる。美人のママも一緒にな。来いや、キリュウ。すぐに戻る。おい、そんじゃこっちはこっちで楽しくやろうや。ねえ錦山。俺はよ、お前が正気とは思えねえんだ。組み抜けたその足で古巣にしょん死に急ぐのは勝手だがよ、もっと何つったってんだ。土下座しろや、土下座。なんか勘違いしてるらしいな。あんたらに詫び入れる気はねえよ。やる気などか。おれ、やってみろ。セリブだ。早くやれや。その代わり、すぐそこに阿波野の親父がわざわざ出張ってきてる。そいつを承知でやるってんなら。俺の仲間が血流してる。錦山と、それに立花不動産のお前の連れか。てめえ。何が最後の一戦だ。てめえら。
キリュウてめえやるもんだクゼの兄貴も手焼くわけだなぁ踏み抜けてからの方がよっぽどヤクザじゃねえか次はあんたかやってみろくキリュウよおめえなんで立花不動産にやる何わかってるぜ風間の頭俺がわざわざこんな山で出張ってきたなおめえが立花不動産とか俺はよ風間の頭が立花不動産どう思うかおまが立花不動産そうかまだか俺は何も言ってねえぞねえいいおめえの目を見る勝手にやってろなあキリュウよ俺にやつはうまいこと隠れまってるようだな青にはおめえ俺はもう堂島組を抜けてるやってくれりゃ戦友屋の剣は水に流してやるそれともこのまま的にかけられていいか無所に逃げ込んだとしても無駄だぜ死ぬまで追い込むそれもやってみろちゃんと頭使って聞いてるかこらこのままじゃあいつはおめえのとばっちりだあんた立花に会ってる体の一つの情報を洗いざらい吐き出させるだけだその後すまん朝まで考える時間あるな立花返事がねえときはかBueno, se pone seria la cosa. No creo que lo vendas, ¿eh? ¡Ey! 20 millones es lo que está hablando, joder. Por fin. Aunque todavía no sé cómo. No sé cómo ver los edificios que se pueden comprar o no, pero bueno.ママ、もういいよ。迷惑かけた。小田さん。キリュウ。すまねえ、兄弟。いや、そりゃこっちのセリフだ。おい、お前、これからどうする気だ？さっきの青野ってやつに、さっきおめえが下で暴れてる間、青野の、これから堂島組が、組を上げて、俺からもお前を説得しろって言われて。立花を渡すことか。よう、社長は今、お前の濡れ衣を晴らすために町中の情報を集め、その社長の首を。あんた黙ってろ！なんだと？断りは立花の代わりに気流が的にされる。
式ぐるみで終われる。だったらうちの社長が殺されることはかん。てめえらが霧を巻き込んだんだろうが。よせ、相手は怪我人。それに、いずれ堂島組を敵に回すのは。おめえ、堂島組相手に正面切って喧嘩売るつもりか。バカ言ってんじゃねえ。まさか。それは確かにそう。もともと立花社長は堂島組と正面から勝ち合う。堂島組にとってあの土地は10億じゃ効かない。それをうまく使えばうちも神室町の一角を担う組織になれる。ただこうまで早く堂島組の阿波野の兄貴を甘く見すぎだ。あの人は癖なんかと比べ。とにかく社長と話してみる。ママ電話貸してくれ。全員が助かる道だってあるはずだ。うちが空の一つもの所有者を抑えりゃ堂島組と取引できる余地もだといいがよ。社長、小田です。それで堂島組の青野が社長を割っ、はい、うちが空の一つを追っている。社長は今すぐ身を隠してください。俺はもう。おい、ちょっと待て。いいんだ錦。でもよ。これでもくそ。悪く思うなよ。騒がせたな、ママ。うちの心配なんて、それを。おい待て、キリュウ。おめえどうする気なんだよ。今さらジタバタしても始まんねえ。もうまずはクゼを捕まえて、俺の濡れ衣の。バカ野郎。それでも。La verdad es que entre lo que es la historia, ¿no? Porque lo acaba de mencionar justo ahora, hace poco. Dice que pasó un día nada más, ¿sabes? Entonces, claro, flipa. Pf, me cago. Tachibana. Nande ko? Keisatsu ga shirabe tsukushita genba desu. Mou shinhannin ni tsuna. Wakatte. Uchi no jōhou mou o tsukatte kuze o araimashita. Desu ga kuze.どういうことだ。つまりあなたに殺しの濡れ衣を着せた黒幕は何。今私が掴んでいる情報。そのためだけに。ええ、ですがご心配なく、堂島組がうちの動きに気づくまでもう少し時間がかかる。その割に小田はあ
小田さんにもまだ伝えてないことですが、実は。え？訳あってまだ接触はできていません。ですが、その人物をうちが抑え、殻の一粒を手に入れれば、堂島組が我々に土地を売ってほしいと頭を下げることになる。この土地の価値は、それだけの力を生むんです。無理な相談でしょうか。殻の一粒の持ち主も。一日ください。ただし他言無用です。あんたを今阿波野に売り渡せば、俺は堂島組に狙う。あなたがそういう人なら、私はこんなところにの。明日連絡します。どうかそれまで。夜明けだ。キリュウは立花を渡さねえって腹です。堂島の親父につなぎ、うん、親父、阿波野です。例の件ですが、やっぱりキリュウは始末します。やつは立花おりませんでした。堂島組に義理書いたけじめはきっちりつけさせます。ええええ、では。構いませんよね、クゼの兄貴。わざわざ俺に聞く必要もねえだろう。この一件はお前の仕切りだ。俺は兵隊として働くだけだ。そう言わんでくださいよ、兄貴。俺はきっちり筋道通してやってるつもりですよ。それについて風間組にもご理解いただきますよね、柏木さん。どういう意味でしょう。元はといや、桐生は風間の頭が拾ってきたわけです。堂島組でそのガキ始末すんのに、風間組には特にこの事務所ごと振るってもらわなきゃ筋が通らねえ。違いますか。いえ、おっしゃる通りです。だったらそろそろ始めましょうよ。そうだな。まあ、キリを探し出してここに連れてこい。やつは簡単にはぶち殺さない。生け捕りにして俺の前に出せ。へい。
い、人集めてこい。町中逃げ場はねえ。おい、分かってんな、キリュウ。抵抗したって無駄だ。おっつけ。こっちは一人だ。遠慮する。そうまでして死にたかねえか。みっともねえ。裏切り者が身の程わきまえろや。
ねえ、ヤクザに追われてるんでしょ。そんな風に街歩きま、あんたさえよかったらちょっとうちの店、うちの店ちょっと作りが特殊でさ、裏からあげす。なんで俺を助け、あんたを追いかけてんのが堂島。いつも偉そうにしてさ、そいつら、それに若いよ。まあ他に当てがある。わかった、じゃあこっち来て。もたもたしてると奴らに見つかっちゃうよ。Interesante, pero eso de las, de las cloacas no era cosa de Majima, hermano. Tashkani, anta no misa ha cambiado. Conna toko ni itteren. Mise no mae no ona ga katagi ja nakatta mitai ne.何に怯えてたか知らない。この先は劇場広場の方に繋がってる。でもどこかしら上に上がれる場所があるんだと思う。今頃堂島組はうちの店の周りに集まってきてるだろうから。ああ、いつか街を自由に歩けるようになったら。ごめんね。多分そんな日は来ない。しましてくれるぜ。くせ。さっき飲んだ。あんたが仕向けたのか。お前に一ついいことを教えといてやる。極道ってのはな、ボクシングとは違え、喧嘩に負けたやつが敗者になるんじゃねえ。最後まで張り続けられなかったやつが負けるんだよ。ああ、そうだろうが。極道の世界に KO はねえ。俺はな、ギリ、指の一本や二本なくそうが、阿波野や渋沢に頭取られようが、そんなことは構えしねえんだ。命ある限り何度でも這い上がってやる。だからよ、てめえみたいな半端もんが一番許せねえんだよ。死ねえバカや。
またこれ。後悔するぞ。今俺をここで殺せなかったらな。さっきあんたが言った通り、俺は国道を張り続けなかった半端もんだ。風間のおやっさんはきっとそれを見抜いてたから、俺が極道になることを許さなかった。ああ本物の極道ってのは多分あんたみたいな男なんだろう。それでも俺は半端もんなりの意地最後まで貫かせてもらう。キリュウてめえ、あんたが何度俺の前に立ちふさがろうがな。Y el traje sigue impecable. Coco. Pero bueno. してるんだあんた。見りゃわかんだろ、踊ってんだよ。ああ、ゆうべはなんで電話してくれなかったんだよ。夜通しおめえからの電話待ってたんだぜ。何つまらそうにしてんだ。おめえもこっち来て一緒に踊ろうぜ、キリア。何を言ってるんだ。あんた俺を殺そうとしてんじゃなかったのか。用がねえなら行かせてもらう。あんたのお遊びに付き合うつもりはない。まあ待て、キリュウ。俺はおめえに感謝してんだよ。感謝。風間の頭にクゼの兄貴、俺にとっちゃ目の上の炭鉱だった二人を追い落とすきっかけを作ってくれた。ほんとおめえは俺にとって福の神だ。俺はな、キリ、おめえを心の底から助けてやりたいと思ってる。どうせここでだってもうおめえに逃げ場はねえ。話ぐらい聞いてったらどうだ。話ってのは。いやよ、ついこの前おめえがクゼの兄貴と揉めた後ぐらいによ。何の話だ。おめえは知らねえかもしれねえが、ゴッコース回った後のカレートサウナ、あれ覚えちまったら。いや、世間話を聞くつもりはねえ。やっぱりおめえさんは青いな。世の中関係ねえと思えるようなことが
実は十。まあいい。そのゴルフの帰り寄ってきたよ。おめえと。まさか。風間の頭が面倒見てるって話だったから、さぞかし豪華なとこだと思ってたが。ひまわりだったか。初老の園長さん。おい。お前。まあ、まあ、落ち着けってな。風間の頭の関係者だっつって100万ぼっち小遣いやった。あわな、お前おめえもう自分のせいでなんどんま、そういうことだ。今おめえの友人関係から住んでるアパート行きつけのラーメン屋から、まあ悪く思うな。昔から道島組には役割があってな。組の鋭角のは風間組、喧嘩番長久世剣能会、傷害、つまり脅し担当な。いい飯食っていいもん身につけていい車でぶっ飛ばす。たまには女もつまみ食いし、俺にとっちゃ国道なんて職業や。こっちに来いや、キリュウ。今あの不動産屋田島なお、俺に売りゃおめえは勝ち組、一生楽しく暮らせる。そして売らなきゃ惨めに死んじまうだけだ。あの犬小屋から錦山と一緒に必死に這い出たばっかりなんだろ。うん、人生無駄にする必要はねえな。脅しってのはそれだけか。おめえ、てめえ話にならねえよ。おめえもこの女と同じになるぜ。この店の前には100人はくだらねえで堂島組のもんが銃持って待ち構えてる。これでも俺ら仕事に抜かりねえんだな。さあどうする、キリュウ。表に出て蜂の巣になるか、それとも俺と楽しい夢一緒に追いかけるか。答えはおめえに決めさせてやる。さあどうする。決まってんだろう、俺は行く。何、あんたは揺さぶりをかけたつもりかもしれねえが、死ぬか生きるかは大した問題じゃねえ。何言ってんだてめえ。あんたが楽しいかどうかで物事を決めるのと同じ、俺は好きか嫌いかで決めるだけだ。俺が行く理由はただ一つ、あんたと組むのが死ぬほど嫌だってことだ。キリュってね。なら撃たれる方がまだマシだ。
ガニア私も通用しねえってことかい。キリュウ、錦、早く乗れ。組の門に見られたらまずい。だが、いいから。頭下げて隠れてろ。阿波野に張り付いてりゃ、おめえが見つかると思ってた。ついてたよ。錦分かってんのか。俺に関わるとお前もやべえ。うるせえ。これがお前を助けてやれる最後だ。町中どこ行っても組の連中が張ってる。とにかく今はカムロ町を出るしかねえぞ。どこに向かう気だ。とりあえず都内を出る。それでもまだ気は抜けねえが、時間は稼げるだろう。着いたぞ、キリュウ。どうなんだ。さあな、適当に車走らせてきただけだ。やるか。ああ。まだ借りっぱなしだった。やるよ。もう返せなんて言わねえ。そうか。よく味わって据えよ、兄弟。そいつがお前の最後の一服だ。何の真似だ。悪ふざけにしちゃう。たちが悪すぎねえか。なあ兄弟、いい加減にしろって。うるせえ。もうこうするしかねえんだよ。なんでこうなっちまったんだろうな。どっから歯車がずれた。組の命令ってことなのか、錦。そんなんじゃねえ。うん。キリュウ、お前、組の制裁で殺される人間がどういう目に遭うか知ってるか。堂島組ってとこは見せしめの死体を作る天才だぜ。人間がどの程度痛めつければ死ぬのかよく知ってる。それをとことん死なねえように殺すんだ。生かしたまんま。できるだけ長く苦しむようにだ。生きたまま解剖されるような拷問されて、散々痛めつけられた挙句、そして後になって見つかった死体はもう人間と呼べるようなもんじゃねえ。俺はな、キリュウ、兄弟としておめえにそんな死に方させられねえよ。ど
大島組に的にかけられるってのはそういうことなんだ。キリュウ、組織に目つけられて逃げ切ることはできねえ。極道には時効もねえ。お前も分かってるはずだ。こうなっちまった以上、俺も極道としてはもうおしまいだ。風間のおやっさんもな。けどせめて、おめえがひでえ死に方するのだけは避けられる。人思いに知らせてやれる。今俺にできんのはそれくらいしか。すまね兄弟、お前にここまでさせちまったのは俺のせいなんだな。兄弟、頼みがある。俺をここで弾いたら、俺の首を手柄にして、いつか組でてっぺん取ってくれ。約束してくれ。頼んだぜ。なんだよ、こっちみんな忍者ねえよ。キリュウ、頼むから。情けねえこと言うんじゃねえ。そんなんじゃてっぺん取れねえぞ。どうした、しっかり狙えよ。まだ死んでねえぞ。撃てねえよ。撃てるわけねえよ。やっぱり俺はおめえと一緒じゃなきゃダメだ。極道として、俺なんか今まで生きてこられたのもおめえがそばにいたからだ。俺はおめえが一緒じゃなきゃ何やっても半端で意味がねえんだよ。俺だって同じさ。キリュウ、お互いまだガキだってことだ。つまらねえ火種つけちまって、世話になったおやっさんにも迷惑かけて、それで死んで片付けちまおうなんてよ。極道がどうとか言う前に結局俺は半端なガキでしかねえ。俺だって人思いに死なせてやるなんて言い切ったくせに、マジでダセえよ。だよな。でもいつまでもガキじゃいられねえ。キリア、やっぱり二人で何とかして。錦、今日ここで会ったことは全部忘れろ。俺も忘れる。え？俺は行くぜ。どうするつもりなんだ。カムロ町に戻る。俺にはまだやらなきゃならねえことがあるんだ。ダメだってキリュウ、おめえ本当に殺されちまうよ。いや、お前にもらった命だ。これでどこまでやれんのか、この目で確かめてやる。キリュウ、ニシキ、まず俺からけじめつけさせてくれ。
前とはこれまでだ。今日限り兄弟の縁を切らせてもらう。キリュウ、こっから先お前は二度と俺に関わるな。Oops.